はい、こんにちは、上岡慎吾です。いつもありがとうございます。というところで、今日はエイプリルフール4月の1日です。ということで、もうここら辺がね、白かったりしたんで、リタッチ、3センチ、以下染めてきました。でね、今まではね、染めるときにだいたい3000円ぐらいだったんじゃないかな。3000円で100円お釣りもらう感じぐらいだったような気もするけど、うん。で、今はね、LINE 特典っていうので600円引きっていうのになってて、なんとこうリタッチ止めるだけで2370円っていうね、ことなので、往復の電車賃払ってもそっちの方が安いっていうことで、でなおかつそれ安いっていうだけじゃなくて、まあ、ちょうどね、その買い物するのにちょうどいい場所っていうのがあってね、いろいろね、そのオーケストラで、買うものがあったりだとかいろいろあるわけですよ。で、今日の話題はそっちではなく、はい、ヘアケアの話です。で、この間、ヘアオイルとヘアミルクなんていう動画出したじゃないですか。で、俺全然ね、気づいていなかったんだけど、結局この髪の毛が長くなって、で、シャボン玉石鹸の無添加シャンプーとリンスを使うようになって、でなおかつ、新大久保のイスラム横丁で買ってきたオイルだけじゃなくて、さらにもうちょっと良くしたいっていうところで、アマゾンで、2つ、このモロッカンオイルと、このね、ヘアミルク、ナイルのやつをゲットしたっていうでしょ。で、実はね、このナイルの方って、ヘアオイルランキングナンバーワンだったのよ。でもなぜか俺買ったのはヘアミルクだったのよ。で、これが結局ね、どういうことになったのかって言ったら、良かったのよ。そしたら、オイルだったら、オイリーでベッタベタになるじゃない。で、やっぱりね、ヘアオイルですっごくやっぱりいいっていうのは、このモロッカンオイルみたいよ。ただ、これって大きいの買っちゃうと、結構ね、エクスペンシブだったりするわけよ。で、今日ね、染めるでしょ？そうすると、セルフドライのわけ。ドライヤーで自分でこう乾かすんだけど、で、タオルドライ。タオルで乾かした後、ちょっと濡れた髪に、これを手に垂らして塗って、そしてパーッとして。で、ドライヤーで、こう、乾かした後、また、手にちょこっとね、塗ってって言うんだけど、ちょっとね、ふわふわしちゃっていたわけよ。で、なんだろう、これ、と思って帰ってきてから、このヘアミルク、ナイルのこれをね、使ったところ、すごくなんかね、いい感じに今なっちゃっているっていうことなので、また新たにね、このナイルのアマゾンの人気ランキングナンバーワンのヘアオイル買うっていうのもなんだかなっていうふうに思っていったので、ちょうどすごくなんかね、いいね、お兄ちゃんとお姉ちゃん、お兄ちゃんと妹みたいな、なんかそんなね、感じで、今あるので、で、あとね、これね、アップルなんとかっていう名前なんだけど、すっごくね、香りがいい。で、モロッカンオイルももちろん、なんかね、ちょっと海外っぽい、海外のヘアオイルみたいなそういう匂いだから、すっごくいいのよね。うん。なんだ、ここまではオイルっていうか、ヘアケアの話よ。はい、で、次、今日はね、いくつかの話になるんだけれど、洗濯の話。で、洗濯するときに、洗剤だとか柔軟剤だとか、もう僕は使ってないっていう話を何度かしてきていると思うんだけど、基本ね、セスキ、炭酸ソーダ、これね。これね、こういうのって、OK ストアで、確か3割引きだとか、結構ね、割引率高く売ってたりするから。で、それプラス、過炭酸、ナトリウム。うん、これね。この二つを基本僕は使っているわけですよ。で、かなり、匂いも抑えられるし、汚れも落ちるんだけれど、ね、新たな、ね、情報として EMW っていう、オレンジ色の、液体っていうのがあって、で、それがいいんじゃねえかっていうのがツイッター経由で、X 経由で、ちなみに今日 X でイーロンマスクが、ツイッターの、株を全部売却しましたと。うん。
で、明日からその青に戻りますみたいなんで、4月1日だからエイプリルフールのなんかね、そういうネタで面白いわよねっていうところで、で、ちょっとね、僕ね、その EMW っていうのも、いろいろこう見ているとなんかね、ちょっとね、使ってみてえなってちょっとは思っているんですよ。で、もしね、ご存知な方がいらっしゃれば、公式 LINE 経由で僕に、メッセージいただいてもいいですし、で、もしくはこの動画の、コメント欄に、メッセージをいただ、コメントをいただいてもいいんですけど、その EMW っていう、多分それって EM 菌ってやつ？僕ね、YM 菌はね、実際に自分で使ったことがあるんだけど、その EM っていうよくわかんないんで、そのね、どんな感じか。で、柑橘系のなんか匂いがするだとかいうのもあるんだけど、結構その微生物みたいな、そういう感じで、なんか、要はなんていうのかな。常在菌に近いような、そういう菌で、やべえものをやっつける的な感じなのかな。俺もね、詳しく全く分かってないで喋ってるんだよね。あれなんだけど、とにかく、洗濯で、ちょっとこれからほら、あったかくなってくると、どうしてもほら、体臭というか、汗というか、っていうのが出てくるじゃない。だからその対策っていうのを今から、整えていきたいなっていう中で出てきた情報だから、もしね、EMW の、情報をご存知な方がいたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい。はい、ほんで、先ほど、宅急便業者さんから、明日お届けしますよっていう、連絡が来ました。なので、明日の午前中に届けてくださいねっていう感じに、したのが、なんと、この、日本通信新聞。ね。これ。今まで、2000円だとか、1万円とか、結構な、スマホ代、月々の、スマホ代が払ってきた方がいらっしゃるのではないでしょうか。もう時代は変わってですね、こういう時代に切り替わっちゃいましたよ。うん、日本通信シムですと、一番安いプランだと月々290円。そして、290円は 1GB つくんだけど、僕の場合だいたい 2GB だとか 3GB ぐらい多くてもね、3GB弱かぐらい使ったとしても 1GB220円をプラスするぐらいな感じなんで、結局例えば 2GB 使ったとしても510円ぐらいの感じってことでしょ。そう。で、じゃあその、余ったお金っていうのが、他にも使えるようになるわけじゃないですか。ということで、明日、宅急便業者さんから、このね、SIM が、届くというところで、初期設定ということで、もういろいろね、カチャカチャね、やることによって、ついに、月々の、スマホ代が、300円切るであろう、あるいはワンコインになるであろうっていう生活がこれから始まるっていうことで、今ね、大変ウキウキしてます。で、それもこれもね、この間の金曜日にもうすっごくね、ラッキーなことがめちゃくちゃ重なったんで、夜にね、なんか、なんか申請っていうかね、申し込みするのってなんかちょっとね、どうなんだろうなと思ったけど、僕自身の中ではものすごくなんかやっぱりこのタイミングだなっていうふうに思ったから、そのタイミングで申し込んで本当に良かったなって思っているっていう、そんな話です。タイミングの話。はい、ということで、タイミングってね、本当これからね、さらにさらに重要になってくるし、で、自分では、こうしたいな、ああしたいなと思っても、それだけじゃない、なんかね、やっぱ目に見えない力がこう働いてっていうことが、これからさらに、巻き起こっていくみたいですよね。で、あと、例えば、過去を後悔するということであれば、あの時に、ああ、なんであんなものを選んでしまったんだろうって思うことがあるかもしれませんよね。うん。で、僕なんか、本当にね、それをね、重々思うし、もうその後ね、最初はね、現れていなかったものが、後からラスボスなんてね、もんじゃないけど、まあね、そんなね、みたいなね、そういうやばいのがね、この声真似ですけど、みたいな、そんな感じの声を出すわけですよ。うん。で、そういうのが現れてね、もう本当にね、もう、なんかね、
っていうのがあったけど、で、タイミングの話に戻りますけれども、そういうね、本当に嫌なものがね、出てきたのも、またそれもタイミングだったわけですよ。それは、やっぱりそこでそういうものを、こう感じておくことによって、本当にその過去のまた別なあらゆることが、ああこうやって集約して出てきたんだなっていうことはですよ、ね、その集約して出てきたことによって悪いものを全部持ってってくれるっていう発想にもなるわけですよ、うん、でなんでそうなるかっていうと、少なくとも自分自身に対してこう直接的にせよ、間接的にせよ、ものすごい危害、もう嫌だなって心の底から思うようなことを向こうからこうやってやってくるっていうことは、やっぱり投げかけたものが返ってくる倍返しだっていうこともありますけど、そっくりそのままやっぱり、でも人生ね、そのなんかいろいろ聞いてるとやっぱりね、こう返ってきちゃってるみたいよね。僕にはもう全く関係ない話なんだけどっていうのもあり、だからそのタイミングとしては、じゃあ僕のどういう受け取り方だったかというと、まあそれもそれで本当にね、良かったことなんじゃないかなっていうふうに思います。で、これがねまた面白いんだけど、たまたま僕が、気になったものがあって、で、その集まりに行くことによって、それはきっかけによって、まあ、トントントンとある中で、まあ、そこで、もうね、ちょろ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 ね、いろんなのが、集まってきてはいたんだけど、ああ、そこで、あ、こんな風になって、このちょろちょろが、パッとこうね、なってたとかっていうことだとか、そういうこともそうだし、うん。そう。だから、まとめると、タイミングって、やっぱり、こう人から言われたどうのこうのとかじゃなくて、自分自身が結果的にあの時に動いて良くなかったなって思うことって実はないんだと思うんですよって話なんです。まあそれだし、恋愛関係とかだとよくわかるかもしれないけどね、まああんまり良くない別れ方だったり、まあね、まあその人と、もうこれ以上ね、一緒にいられないってことがあったとするでしょ。そうすると、その時のことだけをすごく考えてしまいがちなんだけど、その後に出てくるストーリーっていうものもやっぱりすごく出てくるわけじゃないですか。そうすると、その後に出てくるストーリーっていうのは、今出会えてないからなんか寂しいなだとか、なんかちょっともうちょっとなんとか、とかっていろいろ思っちゃうかもしれないんだけど、これは僕もね、何度も経験してることなんだけど、やっぱりそこで欲しがったり、どん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 なんか私は引き寄せの法則がとか、そういうことじゃなくて、自分自身をいかに、いい状況にしておくかっていうこと。例えば、すごく毎日豊かだな、ありがたいな、だとか、私は本当に喜びの象徴として、生きていくことによって、本当にこんなに寂しい思いも実はしているけど、でもこんなに満たされているとかっていうね、そんなことね、うん。で、そうすると、っていう話。で、そうすると、後から、ね、そうやってね、孤独だったり、それ何ヶ月何年かだとかっていうことがやっぱりこう裏返ってしまうってことを僕は何度も何度も経験してきているんですよねって。はい、だからその過去のことをね、いろいろ思った時に、まあ、生成するっていうふうに思う場合に、どんな感じなのかって言ったら、まあもう二度と関係なくてもいいかなっていうぐらい、もう本当他人以上の他人っていう感じ。っていうか、それほどぶっちゃけ、そんなにいろいろ知らなかったし、みたいな関係っていうのが、まあ生成するっていう、離れてみてね、っていうことかもしれません。で、ものすんげえこいつムカつくとか、やだーってもう本心底思ったとしても、それまでのお付き合いとか、まあいろんなことがある中で、まあお互いね、それはいろいろあったよね、しゃあないよねって言った場合は、まあそれなりな関係として、たまにあったりっていうこともできたりするわけじゃないですか。だからそれはその人との、関係性の中でっていう話だから、まあそれこはね、人それぞれだよねっていうところもありながら、でもう一つね、
じゃあ自分が今ね、あのそういうあの次の人と出会えていなかったとしても、じゃあ次にどういうふうになっていくのかっていうのは、やっぱりね、お天道様は全てを見ている、神様は全部を見ている。これからの、時代で言ったら、あの量子あの金融システムっていうか量子システムで、あの全部見られているから、やっぱりそこでなんかムカつくからムカつくっていうような感じを出しちゃったり、うん、なんかね、なんかわかります？こう自分が寂しいから何だっていいやっていう風なやり方をやってしまうと、ものすごく自分にとって損になってしまうから、そうではなくて、自分がもし寂しいんだったら人の寂しさも理解できるようになればいいじゃないですかっていうこともありますよね、うん、でね、例えばすごくモテてる人がいるでしょ、僕みたいに僕みたいで余計な話だね。まあすごく、まあモテるわけですよ。今までも。うん、これからも。で、その中で、じゃあ自分がモテてるから、まあそれでね、いいのかっていうことでもなく、で、例えばね、そういうね、人をね、利用しようとするモテない人っていうのも出てきたりもするわけよ。ね。これは僕自身がいろいろ、経験してきた中ですごくね、まあ簡単にだけ話をするけれど、まあすごい卑屈になったり、すごい自分自身の恐れっていうのをずっと捨てられないとすると、そういうものでこう近寄ってきたりするわけ、うん、でまあいろいろね、僕自身にとっていいことをやってくれてるような感じなんだけど、常にそういう自分の恐れっていうのをボン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 僕の方に言ってくるから、僕自身はなんかこいつ危ねえなみたいなことがずっと続いていったりするわけですよ。で、ある日、まあこいつがね、あることを絶対やるからって言って、大丈夫なのってことを俺が何回も言うわけ。でもそいつは大丈夫だよっていうことを言うんだけど、結局約束は守られず、そして俺とこいつだけじゃなくてもう一人の人に、そのお金だとか、まあいろんなことがあってね、ということで結局その信用を全部なくす。で、こいつが買おうとすることっていうのは、大抵がツイッターで簡単に稼ぐだとかね、まあそういうなんかいろんなことだったり、まあちょっと歯並びが悪すぎるっていうことだとか、まあ今余計なことを言ってるかもしれないけど、とにかくなんていうのかな、こうあんまり良くないのよ。で、最終的に僕自身が思ったのが、虫だなと、要するになんていうか、人間というよりも虫みたいなその脳の構造、結局自分自身がいかに得するかっていうことしか考えていないっていうところを、僕自身はすごく受け取ったことがね、こいつに対してはあったっていうところがあって、うん、まあちょっとこの話はこれぐらいにしておきますけどね。で、なんで今ね、この話をね、しているかっていうと、いろいろな人間関係の中で、ね、こうやってくれたからどうのこうのというところで、なかなか言いづらくなってしまうこととかってあるよねって話なんですよ。うん。で、じゃあ、どういうことをしてくれたからじゃなくて、じゃあどういうことをされて本当に嫌だったのかだとかっていうことも逆に考えてくださいよっていうことをね、その人との人間関係ね。で、さっきも言った通り、ものすごいこういろんなことがあっても、まあしょうがねえよなって、俺たち人間っていうのはバカな面もあるよなっていうことで、こう許し合うっていうか、もうしょうがないよなっていう納得みたいなところでやっていける人間関係っていうか、やりとりもあるんだけど、それとはまた、別で、もう本当に心の底からお前虫じゃんって、俺に一生、近づいてくんじゃねえよ、的なね、ことがあったりすると、もう全部をぶった切りたくなって、まあ、例えばね、某 SNS の、いろんなことを僕はもう全部ね、やめさせていただいたんだけど、そいつとの関係はね、っていうことだったりするわけですよ。で、やっぱり自分自身が正直な気持ちっていうのは、やっぱりそのコロナ禍の中で、こうね、なんか、いろいろあった時に、やっ
やっぱ思うのやっぱり感じたことがあったりしませんでしたかということ で僕自身もものすごい感じていたこともあったし、なんかあそこでなんていうのかな、一つのね、家の中っていうかこういることによって、まあしょっちゅう外とかに行っていたら分かんなかったことが、しっかりと一つのところで、自分の頭の中で考えることによって、うわ本当にこういうやつだったなっていうことがしっかりと自分の中で認識できたっていうことでは、僕自身も良かったのかなって思います。で、僕自身のファーストチャンネル、セカンドチャンネルがバンされちゃったんだけど、でそういう時も、なんかね、まあね、いろいろね、そういう虫がね、湧いてね、いろいろあったんじゃないかなっていうことも容易に想像はつくんだけど、でもそんなにね、いろいろねっていうこともなかったけど、まあそのね、共栄心っていうかプライドの高さっていうのがなかなかね、まあいろいろあったのかなって思いながら、まあでもそれは誰にでもやっぱり言えることだから、まあそんなことはもうどうでもいいっていう話っていうことよ。はい、というわけで、2024年の、4月の1日エイプリルフールということで、今日はねエイプリルフールということでフール、嘘の話をさせていただいたんで、これをね、聞いた方がね、どう思うが、僕自身はねこのエイプリルフールのね話をさせていただいているということでね、ぜひね、ご理解いただけたらね幸いです。うん、で、この、YouTube の、管理の、方だとかっていうのも、やっぱりね、このエイプリルフールのね、この面白さっていうのをね、やっぱり理解しているからっていうのもあると思うので、まあ、チュルチュルって感じで。はい、ということで、最後までご覧いただきましてありがとうございました。なんか余計な話をね、いっぱいしたかもしれないけど、まあね、いろいろ切り替わっていくと思いますので、しっかりとね、うん、楽しくね、チュルチュルっとねやっていきましょう。いやー、3月31日はめちゃくちゃね温度が28度くらいまで上がって暖かかったんだけど、4月1日、今日に関してはもう夜だけど、まぁ、ちょっとね温度が落ちてね、まぁ、春はまたねまだなのかなーなんて、なんかやっぱ16度17度だと、ちょっとねテンション下がるわよね。うん、やっぱね25度26度とかね、いう感じでね、ぜひね、温度をね、上げていただきたいものでございましょう。まあ、そうということでそれでは。